地震速報システム地震警報システムとは、地震が起こった後に、震源要素や地震動の分布を迅速に解析し、その情報をいろいろなユーザーに伝えて防災に役立てることであり、地震の際に警報を発して、被害を最小限に抑えるための安全管理システムである。構造物の耐震化や地震時対応の強化などの事前防災。 発生前に地震を予測する地震予知と並ぶ地震対策の一つであり1990年代以降大きく発達し普及が進んでいる地震警報システムは1990年代以降多様なシステムが考案されていてその特性や目的が異なるまず激しい揺れの前に揺れの大きさを予測して揺れに備えることを目的とする 早期警戒型と揺れに備えることを目的とせず揺れの大きさや地震の規模を予測して警報を出す直後型の2種類に分けられる。直後型の中にも激しい揺れの前に予測できるシステムがいくつか開発されている。早期警戒型はさらに主に複数点観測により精度の高い警報を発する震源から数十キロメートル以上の近隣地域に適した。 広域型と、主に単独点観測により、スピードを重視して、警報を発する震源周辺地域に適した、現地型の2種類に分けられる。メキシコ SAS の端末早期警戒システム、地震早期警報システム、即時情報とも呼ばれる。日本では2007年12月以降、気象業務法に基づいて、地震動の予報業務は、気象庁の許可事業となった。 許可を要しないものとして、気象庁の提供情報をそのまま伝達する事業と、P 波検知型のシステムがある。地震後情報、直後情報とも呼ばれる。被害推定に特化したものは特に、早期地震被害推定システムと呼ばれる。地震警報システムは、地震の初期微動を観測して、早い段階で対応を取ることにより、被害を、 最小限に抑えようと開発されたシステムである。地震が起こると、特性の異なる、主に2種類の地震波が、周囲に広がることにより振動が発生する。地震波の内エソ波は大きな揺れで被害を引き起こす、地震波で、毎秒約4キロメートル程度と比較的ゆっくり伝わる波である。 対する P 波は小さな揺れのため被害を起こす地震波ではないものの毎秒約 7km 程度と s 波の約2倍の速さで伝わるためこの P 波を観測して素早く情報を伝えることで被害を未然に防ぐことができるというのが基本的な考え方である原理自体は極めて単純であり19世紀後半から20世紀初頭にはこれに類似したアイディアが すでに存在しており、初期のものとして、カリフォルニア州で、しばしば発生するサンアンドレアス断層を震源とする、地震に対するアイディアなどが知られる。しかし、通信、観測、処理などに、多くの知識、技術や資金を要したため、実験、実用に至ったのは1990年代以降である。早期警戒型の中でも、広域型と現地型では、 手法が異なり、算出に用いる計算式や、地震計が異なる場合がある。広域型は、複数点の観測値を取り入れることで、誤差や誤報を少なくし、多少の時間をかけてでも正確な警報を発することに、重きを置いている。これは広域型が、海溝型地震における、沿岸部への速報など、ある程度離れた地域での大地震による揺れや津波の、 被害を軽減することを主な目的としているためであり、震源距離に比例して長くなる主要道までの猶予時間を利用して精度を上げている。一方、現地型は単独、または少数の観測点の限られた観測地から地震の規模を割り出し、一刻も早く警報を発することに重きを置いている。現地型は内陸近く内地震や、 陸域の浅い震源のプレート境界型地震における、信号周辺への速報など、いわゆる直下型地震での揺れの被害を軽減することを目的としていて、過去の観測値を解析するなどして求めた理論により、できるだけ短い初期波形から、震源要素や揺れの大きさを推定して、広域型に比べ精度が落ちるという犠牲を払ってでも、警報を発する時間を早くしている。 直後型のシステムは各地の揺れの大きさから被害の程度を推定し救援や救助などの対策に応用するものである。実際の観測値により正確な値が得られるという特徴があり、観測網を密にすれば地盤特性や土地利用などにより異なる被害の違いを早期に予測できる。地震波の速度に限りがあるという性質は19世紀。 後半の地震学ではすでに知られていて、低速の地震波と高速の電気信号の速度差を利用した警報システムのアイデアはすでに存在していた。例えば、アメリカのクーパーは1868年にこのアイデアを発表している。しかし、実用化に必要な地震波の解析技術や伝達技術がまだなかった。そのしばらく後、日本でも、 同種のアイデアが見出されるようになった。1972年、白野元彦らは、海底の地震系から波形を収集して都市に警報を発する、重病前大地震警報システムを、考案している。こうしたアイデアは20世紀終盤に入り、情報通信技術の発達と、地震研究の進展を背景にして、システムの開発が行われることになる。 初期のシステムとして以下のものが挙げられる。日本では当初1970年代からにわかに発生が懸念されるようになった東海地震への対策が大きな目的であり、被害範囲が広い海溝型地震を念頭に開発されたのがユレダスであった。一方で建築基準法の度重なる改正等により建造物の耐震に関する規制が 強化されたものの、耐震化が進まず、建物被害が、大きな地震が何度も発生したことも、地震防災の大きな問題となっていた。そのような中で、1995年に起きた、兵庫県南部地震は、直下型地震対策の見直しの大きな契機となり、高密度の地震観測網を条件とした、直下型地震の警報にも関心が高まっていく。ありがとうございます。